愛媛ぼっちゃんスタジアムのヤクルト対広島。4月12日3対1でヤクルト。13日5対1で広島。一勝一敗の5分っていう形になりましたね。12日3対1でヤクルト。広島先発クり。7回102球、2安で6三振3死球1失点と。まあ、ピンチにもね、同時ず、あの、コントロールも良く、工程もしっかり使って、ピッチングできたっていうのは、まあ、あの、チームはね、勝てませんでしたけども、非常に素晴らしいピッチングだったかなと。ただ考えないといけないのが、ピンチは全て村上への フォアボールから始まってるんで。まあ、ここがね、ちょっとまあ、恐怖心っていうのはあるけども、ここをちょっとね、考えなきゃいけなかったかなっていうところでね。まあ、でもこれも逆に言うとね、あの、そのヤクルトの村上、ね、そこの2回、2回、4回も、2ストライクに追い込まれながらも、低めの変化球とかをしっかり見極めて、フォアボールを選んでるっていうところでは非常にグッ、まあ、粘り強くね、村上の選球眼っていうところが、まあ、混ざった、その、勝ち取った、 フォアボールでもある簡単なフォアボールじゃなかったんでね勝ち取ったフォアボールでもあるけどもな、まあ、2回は四、ねまあ、球、まあ、先頭ね村上が、えー、フォアボール選んで太田がね、えー、センター前ヒットノーアウト一三塁から長岡ピッチャーゴロ小ねファーストファールフライで小川ここショートフライとね、まあ、1点も入らなかったですけども、まあ、4回もね先頭村上がフォアボールで5番太田がセンター前ヒットでノーアウト一三塁になって長岡三振に倒れるも小砂がね今回はきっちり犠牲フライを打って 一点取るっていうところで、まあ最小失点ではね、クリボ抑えてるんだけども、このフォアボールっていうところが、まあもったいなかったなと。で、逆にね、この村上フォアボールの後、5番のこれ大田がね、この4回、まあ2回点入らなかったですけど、4回も含めて、ね、さらに、 チャンスをね、拡大するチャンスメイクでヒットをつなげるっていうところで、この5番のダ田がね、非常に、えー、効いたかなっていうところはあります。ヤクルト先発サイスニードね、6回91球4安打6三4無四球1失点と、まあ前回同様ね、球は高かったんだけども、まあただ力はあったのかなと。で、その中で広島打線がその高めを仕留めきれずっていうところもあるし、まあなんか、投球自体全部一緒だから、なんか甲府町の加減の見極めが難しいね。高いからってサイスニードの場倍は悪いわけじゃないし、 でも、前回は高くてそれを打たれた。今回は高めでも打たれなかった。だから、球の勢いが非常にこのサイスリードを見た時に重要かなと。で、相手打線のタイミングとかを見ながら調子いいのか悪いのかっていう見極めをしなきゃいけないんで、非常にテレビとかではね、難しい解説になります。で、広島はね、1対0。負けてる中で、六回表ね、上本が、えー、ショートゴロ、内んだね、ヘッドスライディング。 クリが見事に送りバント。ね、西川アウトになるけども、菊池がね、えー同意で、同点タイムリーっていうところで、この上本から上位のね、ホットライン。ね。これはもうね、カープファンの皆さんに、流行語にしてほしい。上本から上位のホットライン。ね。あのー、非常に今年はいい形でできているんじゃないですかね。まあ、次のね、あの、13日の試合でも話しますけども、 やっぱりこのね、上本が出ることによって、9番ね、ピッチャーがしっかりバンドしやすい。そういった、で、まあもちろん失敗しないっていう素晴らしさはあるけども、まあそういったところもね、ギダ数がね、断突1位っていうところもあると思いますよね。で、ヤクルト、ね、最後、まあ8回にね、逆転するんだけども、ピッチャー中崎ね、え、宮本がレフト前ヒット打って、塩見もレフト前。で、ワンアウト、ノーアウト1三塁になって、で、青木がね、三振、その間の盗塁で、で、ワンアウト二三塁。で、山田を申告敬遠、ね、あの、まあ、して、で、村上。 ね、三振をこう踏ん張ったっていうところで、大田、押し出し。まあ大田はね、7球粘って押し出しを勝ち取るっていうところではね、非常に粘り強かったですけど、中崎もね、投げてる球はそんな悪くなかったけども、この押し出しっていうところはもったいない。でもこの押し出しでね、終わらなきゃいけないっていうところで、まあ中崎から黒羽にね、変わって、長岡ね、この3点目、これは非常に大きかった。長岡、頑っていく。ね。でまあ結局ね、しっかりそこは勝ち切るっていうところで、まあこの試合ね、ヤクルトの打線の中でやっぱ大田の働きがね、一番大きかったかなと。 ね、三大地でヤクルトの勝ちです。で続いて、え13日、えー、5対1で広島っていうところになりますけども、この試合、えー、広島先発、どこだ ?6 回107球、7アン三ー334、1、1、9、1、1点と、この逆対角線のストレート、ツーシームっていうのが非常にグッと、ね、右バッターへのアウトコース、左バッターへのインコースっていうところにしっかり投げきってる。そのおかげで、あの、パームね、 チェンジアップっていうところが生きて、しかもその対角線のストレート、スライダーっていうところもさらに生きるっていうところで、そのすべての生命線は逆対角線のストレート、ツーシームではないのかと。ま、あいろんなね、えー、取材とか原稿を見たりしながら見ましたけども、まあ、ところだね、昨日勝てずに、ね、秋のじゃ去年勝てずにね、えー、夏頃2軍に落ちて、えー、2軍に行ってもですね、もう何投げても打たれる、どうしようっていうところで、ね、大学時代、ね、投げていたパーム封印を解くっていう形で、パームを投げ出したことによって、ね、 ま、カーブとチェンジアップのちょうど間ぐらいのスピードで、一つの緩急、ね、一つのアクセントっていうのがついて、そこからのね、あの拠点、巨人戦かなあの、完封になったっていう原稿を見てですね。ま、それもね、今年もいい形でパームをね、投げ切ってますけど、それを活かしてんのも、この逆対角戦のストレートとツーシームだと、さぞだはね、見ますけども。で、逆にヤクルトね、先発高梨。5回84球6、6安で四43シー球一9 1, 1レッドボール4失点と。ま、今日は全体的に、 変化球も高かったか。いつもまっすぐが高くてファウル取って変化球低めっていくんだけども、ちょっと変化球がね、高くなってしまったと。あとそこをね、仕留められたっていうところもありますし、今日ヤクルトね、3つのエラーね。まあこれ、地方球場の難しさっていうのはあんだよね。日頃やらないところでやるっていうことでね、この脳が反応しないっていうかね、その、まさかのイレギュラーとか、不足のね、あの、バウンドとかに対応しきれずね、3エラー。その中で、まあ2つのエラーが失点に絡んでるっていうところでは、ちょっとね、ヤクルト的には、 痛かったかなと。その中ね、広島の攻撃、2回ね、相沢センターツーベース。で、堂林、ライトへツーベースで行って。で、上本、サードろね、これ村上がファンブルして、ラーで、ノーアウト一塁になって、トコダがね、しっかりバンドを決める。まあ、このね、この試合ね、トコダバンドしっかり決めてたけど、全部高めに来てんだよね。相手バッテリーもやらせないようにね、高めに来てるところを完璧にね、するっていうところでも、非常にね、トコダ、バットクっていうね、技術的な能力は高いのかなっていうね。で、その後西川センター前で、菊池がね、キっちりレフトへ。 えー、二点タイムリー。で、四回も上本デッドボール。で、菊池がね、センター前で一段点っていう、この、ホットライン。ね。回から、上本から上位へのホットライン。ね。で、七回、えー、小園がね、レフト前。で、これで青木がね、ファンブル。で、その後、相沢のね、センタータイムリーヒットというところで、まあ、この村上のファンブル、青木のね、ファンブルっていうところが、ま、あ失点に絡んだっていうところも、ちょっとね、その、痛かったかなと。で、まあ、攻撃に関しましては、この六回にね、あの、浜田の、 パーもね、もうフルスイング豪快で気持ちがガッと、ナイス。ね、ホームランで1点取るけども、まあ、全体的にはね、まあ、あの、4回、6回、7回、青木にね、5番、今日は青木になったんだよ、ね。2番浜田。で、大田が出なくて、5番青木になったところで、このね、1本出ず。で、またこれね、調子悪くなったらね、そのなぜか何番においても、チャンスに回ってくるんだよね。で、苦しい。それはね、あるあるです。ね。で、その中で、青木がね、まあ、4回。 山田ヒット、村上ヒットで、ワンアウト、あ、ツーアウト、二、三塁になって、青木がね、サードゴロ。で、スリーアウト。で、六回。で、この浜田のね、ホームランで一点取って、山田フォアボール、村上ライト前ヒット。ワンアウト、一、塁から、青木がね、サード。ファールフライ。で、その後長岡もね、ファーストゴロで、0点。八回。ね、島内に変わって、塩見フォアボール。で、浜田アウト、山田フォアボール。で、村上がアウトで、ツーアウト、一、塁でえ、空振り三振っていうところで、四回、六回、八回ですね。 っていうところで、まあそこのチャンスをね、物にできなかったっていうところで、やっぱり青木の復調をね、待たれるかなと。あとまあ打順の変更がね、この試合はちょっとね、あのー、マイナス方向に触れちゃったかなっていうね、まあ前日太田のところにね、いい形で回ってただけにね、まあそこら辺がうまく噛み合わなかったかなと。ね、結果、一勝一敗の5分でした。